いただきます。何これ、ネギターミンですね。うんうん、あ、おいしい。うんうん、魚肉層ですね、魚肉層。いただきます。うんうんうん、皆さんおはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄らしいまかない道場ご所誠にスコバキックスです。ということで今日何やるのってことなんですが、ですね、まあ、幼い頃、まあ、小中学校っていうかな、うちの母ちゃんがねよく作ってくれた、玉ねぎのソース炒め、すごい簡単で美味しいんでね、ぜひね、ご覧になって、まねまねっこしてみてください。それではね、早速薬局ドラッキーストアで本日も始めて参りましょう。OK! ネギターミーですね、今日使う材料としては。ネギターミー、第1個っていうところですか。ね。まあちっちゃかったら2つぐらい、2つぐらいね、使ってください。それからピーミンですね、ピーミン。それと魚肉ソーセージ2本。卵、2個。まあこんなもんですね。調味料はね、おソース、ウスターソースね。まあ中濃でもいいけどね。ブラックペッピー、こんだけです。はい、それではやってまいりましょう。まずね、ネギターミーの皮ですね、はい、こう剥いていきましょう、この根っこのとこですね、ここに包丁を刺してくるんくるんくるんと玉ねぎの方を回すようにしてくださいね。包丁をくるんくるん回すと手を切る恐れがございます。はい、今度は頭の方ですね、これスコルバックスですね。はい、こんな感じでね、皮を剥いていきましょう。はい、ネギターミーね、皮むけました。はい、そうしたら、ハーフィーカットですね、まずね。よいしょと。でこの目食いたい人は食っても大丈夫だと思うんですが、ちょっとね、これ変な味するんですよね。だからこれはね、捨ててください。こういう緑色のとこね、これがね、なんか個人的には変な味するんだすると思うんですよね。しない人はそのまま食べていただいて、なんかね、甘ったるような、なんか妙な味になるんですよね。はい、そんでここのね、根っこのとこ V の字カッティングですよ、これね。はい、こんな、あ、ちょっとこれ汚れてるとこもね、カッティングしてください。 OKOK、 はい、 OKOK、 ベリー OK ティングでございます。そしたらね、まあいつものようにくし切りですね。あ、こんな感じで、あんまり薄くしない方がいいですね。そうですね。5ミリ程度ぐらいがいいかもしれないです。はい、切り終わりました。そしたらこれなんかボールかなんかにね、スコルバー銀根缶と入れといてください。これでいっか。よいしょと、よいしょと。はい、はい、はい。でかいね、玉ねぎ大。はい、そしたらね、その次はピーミンですね。ピーミン。このヘタのとこ、ちょっと怖いね。これ出てるね、かなりね。ここをスコルバックスとね、指を入れていただいて、でハーフィーカットにします。はい、したらね、種食いたい人はね食ってくださいね、食いたくない人はね、捨ててくださいね。はい、そうしたらスコルバー金根缶、スコルバー金根缶ね。はい、これもね、ボールかなんかに入れといてください。はい、あとはですね、魚肉ですね、魚肉ソーセージね。はい、パッツンパッツンとね、出して、はい、こんなん出ましたね。はい、そうしたらこれなんか開け方がどっかね、あったような、この辺をパッツンか、パッツンでチュルルイルイと、こんな感じかね。はい、パラライカと。はい、こんな感じでね、まずビニールですね。これ食いたい人もね、食っちゃダメですよ。これ危ないんでね、こういうの食べるとね。はい、パラライネと。はい、そうしたら、ね、斜め切り、ハス切りって言うんですけど、斜めにこうやってね、切ってください。はい、バッツンバツン魚肉ソーセージってね、このまま食ってもいいつまみになるんですよね。はい、こんな感じです。はい、それではもう一本ですね、切ってしまいましょう。はい、切り終わりました。それではね、玉ねぎ、ピーマン、魚肉層ですね。これ持ってバービーコーナーの方へ、
をします。ただいまバビリーコーナーの方にねやってまいりました。ごま油がいいですね。ごまアビーリーね、これをぶっ込んでください。多少多めでもねよろしいかと思います。そしたら天下一発ですね。天下一発、天下取りね。昔の人生50年と言われておりましたが、人生50年ってね言われてました。まあ100年時代ですよ、100年物語ですよこれ。いや長生きするためにはね、この魚肉ソーセージとかね、こういうネギターミーとかね、この良質のタンパク質が取れるタマギとか、こういうの食ってりゃね長生きできるかもしれません。はい、フライピンの方にね、アビーリの方をなじみましたら、まずねネギターミーですね。魚味噌はね、生でも食えちゃうんでね、ほぼほぼ玉ねぎにね火を通してまいります。強火でいいかな。はい、炒めること1分30秒ぐらいですかね。ほぼほぼ火通ったんじゃないのってことで、はい、魚味噌を追加いたします。はい、そしたらね、これで魚味噌も一緒にね、焼いていってください、ね、そうですね、まあ、45秒から1分ぐらいね焼けばいいんじゃないのっていうことです。それではね、焼いていきましょう。はい、いい感じでね、魚味噌も焼けたんでねのってことですね。はい、それではですね味付けの方に入ってまいりましょう。はい、ウスティーソーシー、はい、これ流しがけてね、もうこれ適当でいいです。適当で、もう目分でね、大さじ3ぐらいかな。はい、ブラックペッティー、ピンピンピンと、これも好きなだけぶっ込んでください。はい、あとはね、こう炒めるだけで、ございまーす。はい、全体的にね、ソース色になってまいりました。ね、はい、もう完成ですね。はい、こうやって寄せていただいてね、はい、ソースはこの辺に溜まってないよを確認していただいたらね、染み込んでいる合図でございます。はい、完成ですね。火を止めてください。非常に焦げやすい状態なんでね、すぐ火止めてくださいね。いやこれ余裕で 2,3 人前できちゃった感じだねこれね。それではねお皿の方にぶち込んでまいりましょう。ネギターミー&魚肉ソですね、お皿の方に移し終わりました。だからね、フライパンちょっとね洗って待って、ちょっとめんどくさいけどねごめんなさいね。ちょっと彩り良くするためにね一回洗わないとダメなのよ。汚くていいよって方はそのまま使っちゃって OK ですからね。はい、そうしたら、またここでねごまアビーリーですね、ちょっと多めに引いちゃっていいですよ。はい、そしてピーミンね、はい、やっと登場です。はい、ピーマンね、まあ、生で食えるんで軽くね炒めりんこしてください。炒炒めりんこですね。はい、そうしたらこれを鉢の方にね、寄せていただいて、生玉ねぎここで登場です。バッツリーナと、はい、2つバッツリーナとね、はい、あとはねシェイキングーして、ね、焼くだけです。はい、シェイクシェイクシェイキングーですね。シェイクシェイクシェイキングーね、はい、白身を切るような感じがねよろしいかもしれません。はい、そうしたらピーミンですね、はい、端の方に寄せていただいて、こっち側ですね、ジュ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 ン、ジュッチュリーノスケ、ジュッチュリーノスケでございます。ジュッチュリーノスケってなんだよということでね、はい、そしたらね、天下一発、天下一発いたしましょう。はい、あとはね、卵をね、こうなんとなくこう柔らかい感じの卵はいいんですよこれ、ね、はい、こんな感じでバッツンバッツンバッツンリーノスケと、あんまりこう早くかき混ぜちゃうとね全然焼けない状態になっちゃうんでね、バッツンバッツンゆっくりでいいですよ、ゆっくりで、ね、はい、固まってきましたねだいぶね。バンバンバババンバンチューティーとバンバン、はい、 OK です。はい、そしたらね、ピーマンと一緒にバン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 チューティー、バン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 チューティー、レディスウェルベリベリシャブン、はい、こんな感じで、あとはね、皿に盛り付けるだけでございます。はい、それではですね、盛り付けてまいりましょうかね。はい、上からかけるような感じでね、バッツンバッツンバッツンリンスクと、
まだこれのね 1.5 倍ぐらい残ってるんでね、残ったこれもね2人前ぐらいあるんで、この残ったやつはね、別の容器にね移しておきたいと思います。はい、彩り綺麗になりましたね、結構ね。どう、いかがいかがなもんよ。はい、これでね、玉ねぎソース炒めの完成となります。それではね、テーブルの方に行ってパッツンパッツンつりりんこと食べてしまいましょう。今日もスコルバ神殿の雨が降るぜ。それなに、ちなみにもう1人前これです。もうドンビリーバーが入っちゃってるから余裕で2人前あるね。まあ俺だったら1人で食べれますけどね。ただいまテーブルの方に、玉ねぎソーセージソース炒めですね、運んでまいりました。非常にこれお安くできるんでね、まだこれもね 1.5 倍ぐらいね、あの丼に入っているんで、卵は1個30円でしょ、バジルで60円、これネギ玉ね、1個50円ぐらいかな、30円ぐらいかな、それからピーマン1個、これいくらなんだろうな、4つ入って98円ぐらいだから、まあ、計算できないですけど、それから魚肉ソーセージが1本45円くらいかな、まあ、2本入ってます。もう1人前あるんでね、100円以下ぐらいで1人前こんなちょっとね見た目もいい美味しいやつできるんじゃねえんですね。はい、その辺ではですね、早速やっていただいてみましょう。お好みで一味唐辛子とかね、ブラックペッピー、オイブラッキーやってもいいしね、なんかかけてみてください。いただきます。何これ、ネギターミンですね。おいしい、おいしい、ギョニッソですね、ギョニッソ。いけば、これね、一気分間違いなしですよ。じゃあ、お母様がよく釣ってくれましたよ、ちっちゃい頃。卵は玉ねぎ、ね、まあ、玉ねぎもそうですね、卵もね、もっと高くなったね。昔は1パック198円ぐらいだったね、今300円ですからね。安く出たのかもしれないね、分かんないね、その時に物価のあれでね、分かんないですけどね。いや、玉ねぎの甘みとか魚肉ソーセージの旨味ですね、そして本物が玉味、これが合うんだ、栄養もありそうだね、これ。最高だから、じゃあね、まだまだ寒いから風邪ひかないでよ。